ウタパオ国際空港とは、タイのラヨーン県バーンチャーン軍にある国際空港である。太陽国海軍のウタパオ海軍航空基地に併設されている。タイの国際的なリゾート地、パッタヤーまでは、車で約1時間の距離にある。ウタパオは、ベトナム戦争の期間中、アメリカ軍の重要な作戦基地であり、 B-52 爆撃機や KC-135 空中給油機が駐留していた。アメリカ軍の保養地として近隣のパッタヤーの開発が進んだ。空港の入り口には軍の検問所があり空港利用者以外の立ち入りには身分証の提示が必要。空港内には官民療養の空港らしく AV-8 ハリヤーなどを見ることができた。 民海航空会社による定期便のほか国際チャーター便、貨物便の離着陸もある。2008年11月から12月にかけて台湾国で発生した反政府勢力によるバンコク国際空港などの封鎖の際代替空港として使用された。2016年までにバンコク近郊の第三空港として改修される。エアバスと タイ国際航空は新たなジョイントベンチャーによる保守整備施設をウタパオに設立することで合意した。新しい MRO センターはアジア太平洋地域で最新、かつ幅広い機種に対応する施設の一つとして、すべてのワイドボディ機の整備、ライン整備を担う予定。2018年6月現在パタヤ方面。ありがとうございます。